はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでリュウさんですね。はい、うち一つ PB ということでこちら開封します。で、今日ね発送します。いやー、結局この1ヶ月ぐらい1日も休めなくて半休も取れなくてっていう状況が今続いてて、まあ下手にねこう時間ずらしちゃうよりこう安定してね毎日同じことやってた方が、まあ、体にはいいんですけどね。はい、じゃあ見ていきます。ベースケア届きましたらご確認ください。このままどんどん置いていっちゃいますって。はい、ヒクサーさんだ。ちょっとぶりだな。で、初めは100番以下の方で、で、この辺あたりからね、レギュラーのね後ろ2枚か3枚が100番以降のハイナンバーになってるのかなっていう感じです。で、インサートとシリアル150ですね。エズラさん。クロームこれね、デザインがファイネストにも近いですよね。お、ルークルーク。はい。こうカタログにいた子？人気あんね。あ。ああ、そうなの。ちょっとネタバレしちゃったな。店長店長的にですよ。皆さん多分もうご存知だと思いますけど、これ99シリーですね。これなんかね文字が違うパラレル、何語かちょっと分かりませんけど、はいね、ローマ字の方が普通のリフで、インサートですね。はい。で、その下グリーンが。ランドと99シリ。ランドのインサートとあとギアのやつが箱1なのかなって感じです。怪獣。うん。あ、これさっきも出たんですよね。この、これインサートか。黒じゃないんだ。はい。お、サビーヌ、シリアル来ましたね。うん。やっぱ人気あるの。ね。実写の方も。ん？これか。はい。はい。若い時？ちょっとわかりませんけど、はい。199ですね。サイン出ました。はい。ブロンテちゃん。ほう。はい。サイン出ました。新キャラがやっぱり多いですね。あ、これか。はい。これも大体なんか箱1ですね。これと先ほどのインサートですね。はい。で、3、1、2、シリアルが1、2、3、4枚ですね。だいたい、まだ、3名様目なんですけど、そんな感じで入ってますね、封入がね。アメリカでも倍ぐらいになっちゃいましたね、一気にね。やっぱ内容がいいから。はい、ということで99 99 150 199で、サイン199。シリアルオートしかないんですかね。ちょっとシリアルオートしか引いてないですね、まだね。はい、こんな感じでした。じゃあ今日ね発送いたしますので、お受け取りよろしくお願いします。ありがとうございました。